はいどうも、フジモンです。今日はちょっと珍しい人から連絡いただきまして、向かってます。関東で。あれですか、分かるわけないじゃないですか。ソーシャルディスタンス。どうしたんですか、珍しい。いや、今日は藤本さんに会いたいなと思って来たんすよ。ね、藤本さんに会いたかったね。やっちゃくん、もう暇やって顔してます。藤本さんに会いたくて来たんですけど。そんな顔してないはずない。この辺なんかないですか。いや、もうどこ行くって、もう暇って顔してますよ。休憩してる。何、何なんかないですか。え、それはなんか一般の観光ですか。何があるんですか。一般の観光だと姫路城。いや、それやめましょう。姫路城以外にしましょう。姫路城以外だとね、あの軽トラで有名なショープロさんも近くですけど。ショープロさんだって今日海ですよね。さっき今日は海で帰ってくるんですかって言ったら泊まりって言ってましたね。タイミング悪いな。どうしましょう。涼しいとこ。どうしましょう。なんかあの爪痕だけ残して帰ります。爪痕残して帰る。なんかないですかね。爪痕。なんか。ね、ショプロの車にいたずらして帰るとか。それ怒られる。なんかないかな。なんかよくあるじゃないですか。よくユーチューバーがやってるラップの上から落書きするとか。ありじゃないですか。あのラップして僕は臭いですか。モサピー参上って書いて帰ります。それやろ。それは面白くないですか。サランラップで。サランラップの上から。社長が怒ってる。ゴロ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 。ワンチャンね、カメラあるんですよ。カメラあるんですか。カメラあるんですよ。どこですか。中で Wi-Fi で見れるカメラあるじゃないですか。おっと、社長見てるって。Wi-Fi で携帯見れる。そう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 。え、マジですか。そう、多分店の中はね。あ、外は。外は分かんないと思う。今頃多分海で楽しんでありますよ。見ておられないでしょ。よし、ここで。思いっきり端まで行くんですね。当たり前ですよ、やっぱりこれは。端から端まで行くんですね。そうです。まあ、僕、そういうことがあれなんで。はい。なるほど。あ、いや、さすがやっぱり思い切りがいいですね。いや、もちろん。ちっちゃいって目立たないんですけどね。そうですね。もういたずらされた感がないからね。そうなんです。これぐらいやらないと。意味なことやっても仕方ないですよね。仕方ないね。こっからの防犯カメラ感しかない。マッチ紙映ってます。優しいですね。これは剥がしやすいようにこう重ねて貼ってるところが、そうそうそう、スポットアルバーのピーッと剥がせる。はい、一発で剥がせますからね。そうなんですよ。何もですか。もう一丁。もう一丁。あ、どうも。持ってます。持ってますか。はい、でっかくいってください、せっかくなんで。でっかく言ってください。主犯、主犯宅、はい、主犯藤本さん。あ、共犯者、これで共犯者です。
アンドこれで、はい、こんな感じではい、共犯者です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 、はい、大丈夫ですか、大丈夫、ごめんなさいまたコラボしてください、はい、いや今日本当は僕社長にそうそうそうです、会いにイベントでね、藤本さんに会って、ね、で、ショープロさんにドッキリ、ちょっと突然って言ったら、うん、今日電話したら、ショップロ今日定休日なんですマジかーって、社長ツイッターであのボートで遊んでるそうそう、タイミング悪いと思って、そうそうそう、本当は今日社長に突撃しに来たかったんですけど、なかったので、また今度遊びに来ます、いたずらして帰りますいたずらですよね、これそうですね、せっかくなんでね、まあ、いたずらはここから辺にここら辺にしておいて、そっちの軽トラっすね、レクサスとかありますけど、まあ、あの名古屋で見ていただいた、はい、この時でもこれ黄色入ってなかったんですかね、ああそうですね、そうですね、これいや車が常時こうすごく入れ替わってる、これでもイベント出てた、これが LM ですね、あ LM もありますね、 LM も何台か売れたらしい、えそうなんですか、すごい、なんかこんな1000万ですかね、1000万入れますね、すごいですねこれかわいい、これかわいい、この絵をカスタムしようとあんまり発想がないけど、なんか思わないですよね、さすがカスタムっていうか、まずこの軽トラ、この色の軽トラを買おうっていうか、あることも知らない、新車でこれを、これ純正車ですか、純正ですよ、こんな綺麗な色あるんですよ、あるんすよ、昔白とか黒とかだったんですけど、はい、ホイールも見てあげてください、これかわいい、これ、はい、リザルタードメッシュ、新作ですか、5110ラインですね、ショーラインです、ショーさんオリジナルの、あそうなんですか、はい、ワークさんなんですけど、ショープロオリジナルホイール、はい、おーかっこいい、これ軽トラなのにタイヤが扁平タイヤそうそう、この色の、あのスーパーキャリーが人気みたいで、これ単体で置いたらと変な感じしますね、そうそうそう、なんかそうそう、ちょっと違和感感じますね、でもこれはあの社長もよく言ってはりますけど、はい、牽引免許不要ですからね、免許いらないですもんね、はい、免許不要、そうなんですか、そうそうそう、これは何ですか、これなんでKブレークの間にKブレークのベルトってかっこいいですね、ちょっとやんちゃしようね、これだから今からちゃいます、なんか車高の目印入ってるんで、このカラーちゃいますね、なんか企んでますね、企んでますね、これ工具期待ですねそうここからトラックなんですか、そのプロさんは、そう、赤車真っ赤かな、これ塗り直したんですよ、ですよね、はい、この 3T5 ですか、これは 3T5 じゃなかったんちゃうかな、似たような色、すごい、ショープロ赤車 3T5 っぽいですけど、 3T5 っぽいですけど、う、ね、違うでしょ、なんか違うんですよ、なんだろう、多分社長に聞いた覚えがあるんですけど、これサイドもね、これ入ってるんですよ、本当だ、ウルトラビジョン入ってるねいかついでしょ、ジフト長い、長いですよ、あれめちゃめちゃ、めちゃハンドルに当たるんですよ、あれ超長い、うん、シャワートーク、このカッターらしいんですよ、コンテナが、これ何なんですか、コンテナ、これ在庫エアロとか、うわ、そう、コンテナまで置いて、はい、なんか 見に来るたびに拡張されてくる、このサンプロデューサー、そう、でもほら、あそこカメラあるでしょ、これはやばい、やばい、僕らの速度釣りますか、はい、逃がし逃がし逃がし、おサピ来てますよってそうそう、車落ちたことないですか、ここ、いや、落ちかけたことある、落ちかけたことある、こんな距離でさすがに1回ぐらい落ちたことないのかなと思って落ちかけたことはあるみたいです、落ちかけですんですかよし、じゃあそう、最後にさっきの落書きを見て、はい、このマスカピカラクター面白いですね、ヒロシ君、ヒロシ君、ヒロシ君はい、はい、ちゃんと爪やこ
爪痕やね。はい、爪痕残しておいたんで。はい。社長、また遊びに来ます。バイバイ。いないけど。はい、主犯、主犯格。いや、主犯格。主犯格。何言ってるの。はい。ありがとうございます。来たあかんって言ったのに、やりよった。今わざとおしっこしたみたいになった。突撃っていうからクリスタルガイザーかなと思って別やりよった。どうだったしな。毎度お久しぶりです。もうちょっと早く行ってくれたら。いや今日突撃ですもん。絶対絶対来るなって言いましたからね。いや最初ほんま出れるか分からへんかったから一応ね、社長の確認で、僕も先やってる右手の 3W で、はい、そう仕事中やったのに。そうですよ。ちゃうでしょ、その格好で。いや違う、だからフットサルするんですよ。そんなことない。それ仕事、仕事なんですか。僕、まあ、お手伝いです。スポンサーっすから、ほら。すごーい。珍しいっすよ。フットサル作るな。出してますよ。最近でもあんまりなんサボってる。え、サボってないんですよ。あんま回らない。どうっすか。皆さん、ダブルシラックス登録してね。登録は1回でお願いしますね。登録、チャンネル登録は2回押してね。なんかお忙しそうなので顔見に来ただけでした。中入ってみたらなんですか。中ちょっとまずですね。フジモンめちゃズカズカ。自分回してません。まあそりゃそうか。そりゃそうです。じゃあここ貼っときました。貼っときました。これはさっき上げてもいいですか。いいですよ。やば、貼られてるでしょ。書いときます。この辺と撮ってほしい。この辺と撮ってほしいかな。こんなんどうでもいいかな。サルシーマンストップネスラッシュ。はい、では皆さんこんな感じでサルシーマックスさん見てください。ありがとうございます。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ラーメンを買ってもらって。四川ラーメンを締める。はい、うまかったですね。うまかったです。はい、また遊んでください。こちらこそありがとうございました。次はあの英語サイズの焼肉ごろで、サイズのね、はい、ラペラペラ英語ランクサイズなんで、ね、サイズね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。結婚記念日も終わって帰ってきた。ああ。誰やこれ。エムズガレージオサピーって誰やったっけ。昨日来とんや。まあこれも結婚記念日にまたコラボしてください。あー、フジも NG。 フジも NG やわ。オサピーはええけど、あらまあ、もう買ったもなかったんかな。これ営業妨害やなこれ。ありがとうございます。そういうことね。